小鳥さん、小鳥さん高校時代は今より20キロ痩せていて、ファンクラブができるほどモテモテ。そして大学卒業後 NSC に入学、わずか1年で時の人となったのです。イケメン小鳥さんのご自宅にお邪魔してみると、あ、おはよう、実家まで来ました。家まで来ていただいて、実家まで来ていただいて、現在も実家暮らしの浜屋根さん。くるくるしてるんですか。そう、ここに布団敷いて。大阪の家やなこれ。一方、細目ガリガリさんは、はい、いい部屋っすね。家賃3万5000円のワンルームマンション。安い、結構おしゃれにしています。いや、いい部屋です。4万残り5000円？残り5000円ですね。貯金を切り崩して生活ですね。そっか、バイトできへんと。ここで気になる質問。リズムネタ以外に、はい、なんか他ネタできないですか？僕らですか？漫才とか。ああ、漫才もコントもその NSC の最初の時ら辺はやろうと思ったんですけど、浜谷連が全然できなくて。なんか間が取れないんですよ。なんか僕が喋り出しから1234って数えて自分のセリフ言うみたいな、そんな教え方して。実は 8.6